はい、全世界のアニメファンの皆様おはようございます。長嶋善男つゆしろです。はい、今回ですね、なんかコメントで、なんか自分も筆記的なことも書いてくれたりしたんで、筆記トークで いやー、ほんまに僕なんかバリバリの筆記ですからね。まあそれこそ、なんかね、昔自分本出したんですけど、本でちょいちょい書いてたけど、ほんまに普通の登校拒否ですからね。小学校の時からかな、小6ぐらいから、多分ね、学校の陽気が無理だったんですよね。まあ陽気が無理で、うまくいじ言えばいじられ、悪く言えばいじめられ、そんな感じで学校めんどくさいっていう感じになって、もうほんまに欠席日数多かったっすよ。はい、まあほんまにネクラな陰キャなんで、で小学校がそうなるでしょ、あれやもんね、よう先生来たもん、ほんまに。で中高も、まあ引き続きかな、けど高校の方がひどかった気がする。いや、ほんまに、出席日数、まあ、そこもあれですね、行けなかった理由は、あれは陽気がきついんですよね。だから、うちやったら野球部とか、野球部はあんま関わりないな、まあ、ラグ部とか、あんまりね、得意じゃないですよね。そういうやつもしんどうっていう感じになって、ずっと行かなかったっていう感じですね。で、なんやろ、マジで受付人数やばかったっすわ。受付人数マックス何倍やったんやろ、覚えてないけど、しまいに親は 親が行かしてくれたかな、分からへんけど、だからカウンセリングとか行ったっすからね。けどもいまいちよく分かってないから、カウンセリングのなんか絵描けって言われて、なんか多分いろんな絵を描いたんでしょうね。多分当時その中で流行ってた「サイコメトラエイジ」っていう漫画があって、その中でちょっとマジキチなやつが描いた絵を真似して描いたような覚えがあります。そんなレベルの筆記ですね。職業筆記なんかな、職業筆記ではない気がする。で、まあまあ学校行けず、筆記が、まあ、先生方の協力もあり卒業できって感じですね。でまあその時とかは、なんか、小学校は柔道やってて、で、中高、じゃあ小、ちょっと柔道、中学校ちょっと、まあ柔道部在籍。で、高校は柔道部行かんと、まあちょっと行ったけど、やっぱ無理ってなって行かんと、まあ指導場で空手、フルコン。だから当時指導官の分派かな。に行ってて、やっぱその道場はその子供があんまいなかったんですよ 嬉しいことに。おっちゃんが2、3人でおるみたいなノリだったから、ほんまそこが心地よくて、なぜか空手にのめり込む。そう。けど根は一気やから、気弱やから、あんまり生活変わらず。感じで。やっぱね、あれですね。顔面殴れんかったら気が強くなら、そんな気がする。顔面ありの競技やると性格変わってくる気がする。で、フルコンやってて、あれっすよ、フルコン割と有名選手やってますからね。多分この俺の YouTube を見てくれる人に、フルコン詳しい人がいるんか知らんけど、多分俺空手のデビュー戦、横山兄弟の弟で、だと誰やったかな、
極真の連合会で優勝した時は、あれやかな、当時のチャンピオン、寺原選手に勝ったしね、負け勝負負けだけど、割と有名人。誰やろう、あの人に負けた、正道会館の源さんっていう人に負けた。 めっちゃマニアック、そんな感じかな。でフルコンで、ああごめん、極真連合のやつは高校生限定ね。で大学行ったんすよ。奇跡の大学合格。んで、日検入って、日検で、バリバリやって、ちょっとずつ自信がついていったみたいな。そんな感じの学生生活でした。まあ、その日検やる前にちょっとなんか、そのまたマニアックな格闘技マニアはわかるですけど、ジェイドゥっていうやつを出たんです。そのジェイドゥっていうのに、そのうちの当時やってた空手の代表が出るってなってて、なんでかその人は欠場して、お前柔道やってたやろ、出ろみたいな。で、フルコンしかも高校生しかやってないレベルやったのに、顔面あり、そう、柔道、ジェイドゥっていうのはプロ柔道なんで、柔道着着て、1本を2回取ったら SKO で、3番やったかな、SKO があるんですよ。で、それにオープンフィンガーつけて、どつき合うっていう競技。だから、顔面ありやらなあかんから、その空手の敷地内でやってる、芦屋大学の OB 会、日本拳法部の OB 会に練習に行って、っていうのが、それは高3の頃で、顔面ありとの出会い、そして日本拳法との出会い。そんな感じです。で、大学に行って拳法をするというわけです。まあ、とりあえず今日はそんな感じで、またなんか自分語り、にちゃんで好かれる隙あらば自分語りを始めたいと思います。じゃあねー、お疲れ様でしたー。